こんにちは、スタイリストの大山俊です。皆さんいつも僕のチャンネルを見ていただいて本当にありがとうございます。おかげさまでこちらのチャンネルですね、登録者数が16万人を突破しました。皆さん本当に見ていただいてありがとうございます。このようなお礼の動画って今まで撮ったことがないんですね。今まで動画始めてどれぐらい経ったのかな ?3 年ちょいぐらいなんですけども、もう駆け抜けてきたっていう感じで、あんまりですね、過去は振り返らなかったんですが、今回はですね、せっかくなので、皆さんにちゃんとお礼をしたかったのと、あとは初めての企画なんですが、皆さんからいただいたご質問にどんどんお答えするというのをですね、こちらのですね、動画ではやってみたいと思います。およそ30個ですね。およそというか30個質問を集めてみましたので、これにお答えしながらですね、まあ普段なかなか触れることができなかったような、まあ僕自身がどんなファッションが好きなのかだとか、あとは大山俊ってどんな人間なのかというところも含めて、まあいろいろとざっくばらんにお話ができればなと思ってますので、まあよかったら時間の隙間とかに見ていただければなというふうに思っております。ということでね、今日どれぐらいの量になるのか全く予想がつかないですし、どんな質問の答えをしていくのか僕自身何も考えてないんですが、早速内容に入っていきたいなというふうに思っております。はい、ということでまず一つ目のご質問なんですが、好きなブランドは何ですかというものなんですけども、まあブランドというのはね、いろんなものがあって、僕自身もですね、ほんと過去いろんなものを着てますが、今2022年の現時点で好きなブランドっていうのは、例えば、H Beauty & Youth ですね。まあ、これは、ユナイテッドアローズ系列の、まあ、一つのオリジナルブランドではあるんですが、通常のアローズのアイテムに比べると結構エッジが効いていて、トレンド的なアイテムが多くて、すごくね、僕のクローゼットの中でも、H のものって多いんじゃないかなと思いますね。あとはキャバンとかですね。キャバンは、これまたトゥモローランドというセレクトショップがあって、そのオリジナルの中でも結構素材だとかデザインかなり凝っていて、少しトレンド感が強いレーベルで、結構この2つのオリジナルレーベルはよく着てますね。あとは今僕が着てるスティーブン・アランとかも、セレオリよりは少し価格帯は高いんですけども、割とこう高すぎないし気軽に着やすいし、なおかつなんか肩肘張らない雰囲気も好きなので、スティーブン・アランも好きだし、あとはブラームスというブランドがあって、まあ、最近は僕はタイロケンコートを買ったんですが、このブランド、まあ、いわゆるドメスティックブランドというね、国内の優れたブランドなんですが、ここのね、オーソドックス、定番的なものの中にエッジを効かせるあたりも好きなので、まあ、そういった国内のブランドを着ることが多いですね。あとはマルジェラとか、あとはね、最近、ユニクロとのコラボレーションが話題になっているマルニとかね、そのあたりも好きなんですが、どちらかというと国内のブランドの方が着ることが多いかなというふうに思ってます。はい、続いて二つ目。これまでのファッション遍歴はということで、まあこれまたね、結構気になっている方、中にはいるかなと思うんですが、僕がね、ファッション好きになったのは中学校2年生ぐらいですね。まあそもそもはコンプレックスですね。なんか身長が僕は伸びなかったんですよ。今164センチの53キロなんですが、当時もうそれぐらいだったんですよね。小学校6年生ぐらいで161、2ぐらいあって、そこから中学校で全然身長が伸びなくて、どんどんね、同級生に背が抜かれていくっていうコンプレックスがあって、まあそのコンプレックスをなんか解消したいなっていうので、ファッションにのめり込んでいったわけなんですけども、中2ぐらいからですね。それぐらいに、まあ強烈に僕はファッションにのめり込んでいったんですが、その当時に好きだったのは、古着ですね。ここが僕の第一の、ファッションの遍歴のスタートという感じで、古着屋さんに行ってリーバイスの501を買ったりだとか、古着のね、なんかこう、ニットを買ったりだとか、そういったものからスタートをしたっていうのが一番最初ですね。で、古着から入って、そこからなんだろう、足元はレッドウィングとかね、そのあたりが大好きで履いて、で、そのあたりからですね、急激にスニーカーブームですね。ナイキのエアマックスがすごい流行ったりだとか、まあ、ジョーダンシリーズとかね、そういったスニーカーがだいぶですね、流行った時で、まあ、僕もかなりいろんなものを履きましたね。エアマックスだと、何履いたかな?当時は97とかかな?ちょっと95とかは買えなかったので、97とかを履いてたような記憶がありますね。97、98ぐらい履いてたのと、あと当時バスケをやってたんですね。部活はバスケットボール部だったので、その当時履いてたのは、エアジョーダンの7ですね。僕のいとこがすごいファッションが好きで、まあコレクションしてたんですよ。その中で、ジョーダン7を履いていて、
それ欲しいなと思って、なんとかですね、交渉して、ジョーダン7を、まあ、レプリカではなくても、本当にオリジナルのやつをね、買って履いてましたね。もうボロボロになるまで履いていましたが、まあそういったスニーカーブームがあって、なんか中学生の頃は古着とスニーカー、レッドウィングみたいなものをやっていたんですが、高校になってからかな、なんか丸いのファッションに憧れて、ちょっと大人っぽい綺麗めな感じになって、まあコムサデモードとか、ルパートだとか、アバハウスだとか、そのあたりのこう丸いのお店によく行きましたね。新宿の丸い麺とかそのあたりもよく行ったかな。うん、そんな時代だったと思います。で、高校時代はそんな丸いのところに行って、あと大学になってから、まあいわゆるですね、裏腹ブームみたいのがあって、まあいろんなものを着ましたね。なんだろうな、エイプとかそのあたりは着なかったんですが、僕が好きだったのは、リボルバーっていうブランドとか、まあ、これはあんまり知らない方が多いと思うんですよね。今俳優やってる井浦新さんとかね、そういった方のブランドだったと思うんですが、リボルバーだとか、あとはナンバーナインだとか、まあ今でも人気の N ハリウッドとか、N ハリとかはね、まだお店が、あのキャットストリートのところのね、だいぶ奥の方にあった時代、結構古着屋さんの上の3階にあったのを覚えてるんですが、その時代からめちゃくちゃ行ってましたね。まあそういったところ、裏腹系を買い物したりだとか、今もありますけど、原宿の LHP というお店が大好きで、そこでよく買ってたのが、リーバイスレッドとか、あとは、ソーイというブランドですね。ソーイは今もあって、伊藤総一郎さんっていう方かながデザインしてるブランドで、ソーイの服はめちゃくちゃ買いましたね。で、そういったブランドを経て、で、大学3、4年生ぐらいかな、そのぐらいに出てきたのが、ディオールオムというブランドなんですね。まあ今、こう、スキニーデニムとかね、まあ定番的にありますが、そういった流れの原点っていうのは、ディオールオムだったと思うんですね。もう、急激に細いデニムとか、まあめちゃくちゃかっこいいなと思って、その当時はなかったんですよね。値段も高かったですけど、ディオールオムのデニムを買ったりだとか、あとは細いネクタイとかね。もうね、だいたいクラシックなネクタイの幅って、8センチ、8.5センチぐらいの幅があるんですけど、ディオールオムのね、ネクタイって、ほんと4センチぐらいの幅だったかな。ほんと細いもので、めちゃくちゃかっこよかったんですよね。まあ、就活とかも僕、ディオールオムのね、ネクタイでしたのを覚えてますが、まあそういった時代があって、で、まあ大学卒業してから、社会人になってからは、割と落ち着いた感じになって、まあセレクトショップで買い物するようになって、エディフィスですね。結構エディフィスのオリジナルを着たりとか、テモロランドのオリジナルとかを着てた頃があって、その次にちょっとイタリア的なファッションですね。まあ大好きになって、ラルリーニだとか、タリアトーレだとか、まあ、ニットだったらクルチアーニ、ボトムスだったら、PT だとか、インコテックスだとか、本当にね、そういったイタリア系のブランドは、もう一通りいろんなものをね、買いまくったっていうのが、独立してこの仕事をするようになった頃からかなと思いますね。まあそういったイタリアブームがあって、それから先はもう結構なんかもう雑食でいろんなものを買うようになりまして、モードっぽいようなものですね。マルジェラとかも着るし、マルニとかも着るし、まああとはなんだろうな、サンローランのバッグを持ったりだとか、そういったものもあれば、もうちょっとね、老舗的なジョンスメドレーのニットを着たりだとか、あとはなんだろうな、あとは専門ブランドみたいなもんですね。ニット専業だとか、シャツ専業だとか、ギットマンブラザーズとかね、そういったものを着たりだとか、まあ割と雑食系で、最近はドメスティックブランドを着たりとか、さっきお伝えした H Beauty and Youth、キャバンとそのあたりを着るっていう感じというところが僕のファッション遍歴かなというところで、結構いろんなブランドを着てるっていうところが僕の特徴かなと思いますね。はい、続いて3つ目、よく見るファッションサイトは何ですかっていうところで、なんだろうな、結構ね、僕は、あの、大人の男性が、まあ、新聞見る方はあんまり多くないかなと思うんですが、まあ、ニュースをね、あの、スマホで見るのと同じような感覚で、ファッションサイトをめちゃくちゃ一日見ますね。例えば、よく見るのは、ファッションスナップ .com とかで、まあ、最新のファッション情報をちゃんと押さえつつ、あとはですね、各セレクトショップの、新作アイテムですね。見てるのは、ユナイテッドアローズ、グリーンレーベル、ビューティー&ユース、H ビューティー&ユース、全部ユナイテッドアローズ系列で、トゥモローランド、ビームス、エディフィス、シップス、あとなんだろうな、エストネーション、バーニーズ、それから、カバーコードっていうね、ノンネイティブ系の、ブランドがやってる、通販ショップだとか、
アークネッツっていうね、これどこかな、群馬栃木そのあたりで、結構チェーン展開をしているセレクトショップがあるんですが、そこのね、新作アイテム見るのが大好きで、このね、アークネッツってすっごいいろんなブランド取り扱ってるんで、大好きで、アークネッツみたいだとか、まあ、そんな具合ですかね、結構、いろんなショップの、新作のものをブワーッと見たりとかしてますね。あとは楽天マガジンっていう、まあ、アプリがありまして、まあ、いろんなファッション誌が見れるんですね。その中で雑誌は、ウォモだとか、メンズクラブ、オーシャンズ、このあたりは見て、メンズノンノとか、ちょっと自分と違う世代のものとかも見たりしますね。あとなんだろう、レオンとかも見るしとか、まあ、いろんなね、こう、ジャンルを問わずにファッションの情報を集めてるというところですかね。はい。で、続いて、月に何着ぐらい服買ってますかというところで、これは難しいっすね。服は僕にとっては仕事であり、趣味でもあるというところで、まあ、そこがうまくこう、なんだろうな、重なってるので、その結果、めっちゃ服は買ってます。で、まあ、仕事、YouTube なんかで着るような、ユニクロだとか、GU だとか、グローバルワーク、グリーンレベルだとか、このあたりの服も買いますし、あとは、ま、仕事で着るときには、割と先ほど言ったような、H Beauty and Youth とか、ブラームスだとか、あと N ハリウッドだとか、まあ、そういったこう、ドメブラみたいなものを着たりすることも多いんですけども、いろんなジャンル買ってますが、だいたい平均すると少ない時で5、6着ってところで、多い時だと15、6着ってところじゃないですか。で、平均すると10ぐらい前後かなっていうところで、結構買ってますね。まあ、ミニマリスト的な発想が僕の根底にはあるんだけど、仕事とか、まあ、経験値っていうところで言うと、いろんなものをもう買って経験して、それをなんか皆さんと一緒に、まあ、普段の YouTube だとか、あとメンバーシップとかっていうチャンネルやってるので、この中でお話しするためには、もう買う必要があるので、もうなんか無理やり買ってます。ほんと経験値を増やすために、結構月にはたくさん買ってますね。はい。な具合ですかね。続いて、どこで買い物してますかというところで、まあ、僕個人の買い物としては、まあ、いろんなとこに行くんですが、よくやるコースとしては、青山からスタートすることが多くて、H Beauty and Youth っていう先ほどもお伝えしたお店があるんですよ。これは青山にあって、ちょっと裏側にあるんですが、ここで、まあ、H のオリジナルもあるし、オーラリーとかね、国内のドメブラとかいっぱいあって、ここを見て、その後に、まあ本当に青山の裏側に行って、それこそオーラリーのお店みたいだとか、あとコット通りの方に行ったり、ブルーム&ブランチを見たいだとか、あとは 1LDK っていうお店も大好きなので、このあたりを見たいだとか、まあ青山周辺で見ますね。まあエディションとかも好きなので、そのあたりも見ると。で、あとは、伊勢丹メンズ館も大好きで、まあいろんなフロアごとにテイストが変わっていくんですが、6階かな、コンテンポラリーっていうですね、コーナーがあって、ここがやっぱりこう、ドメブラが多いので、ブラームスとか、そのあたりのブランド、オーラリーなんかも見ますし、小森とかも見るかなっていうとこですかね。うん。まあ、だいたい伊勢丹と青山周辺っていうところで、買い物することが多いかなと思ってます。はい。で、続いて、最近買って良かったものはというところでね、あ、これ難しい質問ですね。まあ、いろんなもの買ってるので、なんとも言えないですが、ファッション系で言うと、そうだな、これっていうのは先ほど言った、ブラームスのタイロケンコートですね。これはね、買ってめちゃくちゃ良かったなぁと思ってますね。なんかね、せっかくなので持ってきましょうか。なんかこのね、メンバーシップだとよくあるんですけど、動画撮りながら移動するというね、準備がね、あんまりよくしてなくて、その場でやるっていうのはメンバーシップなんですけど、こういうブラームスのね、タイロケンコート。これはね、色ブラウンなんですが、めちゃくちゃ良かったっすね。なんかちょっと光沢感があって、玉虫色っぽいような、少しね、輝きがあるような色味で、これは気に入ってますね。ブラームスのタイロケンコート。もうね、季節的にはなかなか着れないですが、これが気に入ってるかなと思いますね。あと買ったもので最近良かったもの、ファッション系以外だと、なんだろうな、アクアリウムっていうんですか、熱帯魚を最近始めまして、なんか子供が動物飼いたいっていうので、なかなかなぁ、なんかちょっと犬とか猫って、まあ大好きなんですけども、まあそれなりにこう旅行行ったりするときに、まあ大変だなっていうのもあって、まあちょっとお魚から入ってみようっていうことでアクアリウム買いましたが、まあ、非常に綺麗なんですよね。なんかね、どこかな、スカイツリーの下、空町っていうんですかね、あそこの中で、なんかお魚のコーナー、熱帯魚のコーナーがあって、そこになんか水槽、
その、なんだろうな、アクアリウムそのまま売ってるんですよね。もう全部レイアウトも決まっていて、すんごい綺麗なんですよ。水草もしっかりと植わっていて、魚のチョイスもすごく素敵で、そこでもう丸々買ってきて、それを最近ね、なんか子供たちと一緒に育ててるというのが、良かった買い物かなというふうに思ってますね。はい。続いて、古着は好きですかというご質問なんですが、まあ、先ほどお伝えした通り、僕のファッション一番最初のスタートが古着で、もういろんなもの買いまくったんですね。もう本当にヴィンテージのもの大好きで、ジーパン、ジージャン、ニット、もう本当にね、いろんなものを買いました。あとは、それ以外にもフリーマーケットが大好きで、もう大学時代とかめっちゃフリマ行ったんですよね。で、フリマに行って、なんだろうな、素敵だなと思うものをなるべく値切って買って、それを着ていたいだとか、当時はねお金本当になくて、どうやってディオールオム買おうかなって思ってた時に、まあ、アルバイトもしましたし、あとはもうフリーマーケットで、見っけものなんか掘り出し物を見つけて、それをヤフオクで売るみたいな、まあ転売って言ったらなんですけども、なんか買ってきたものをちゃんと写真撮って、説明文ちゃんと書いて、コーディネート組んで、でバッチリと素敵な形にしながら値段ちょっと上げて売るみたいなことをよくやってたんですよね。だからその当時から古着大好きでよく着てたんですけども、なんかあんまりにも着すぎてたら、だんだんなんか嫌になってきて、もともとなんか潔癖のところが多少あると思うんですよね。なので、なんかどっかから嫌になって古着っていうものは社会人になってから着なくなりましたね。特に古着屋さん行って掘り出し物を見つけるっていうのはなかなか難しくて、僕はもう身長164センチ53キロと小柄なので、古着ってなかなか大きいサイズが多いので、その中から探すのってめっちゃ大変なんですよ。なんでその時間もなかなか持てなくなって、最近は古着が着なくなってしまったというところで、もともとは大好きなんですが、最近は着ないというところが、まあ現時点の答えかなというところですかね。はい。続いて、好きなファッション誌は何ですかというところで、ファッション誌は先ほどお伝えしたように、楽天マガジンで一通りいろんなものを見るんですが、その中で大好きだというところで定期購読しているものもあるんですね。その中ではちょっとあるかな。定期購読しているのはこれなんですよ。ウォモは大好きですね。まあ、年代的になんか40代前後っていうところで、やっぱりおすすめなのはウォモ。もうでもね、難しいっすよ。スタイル的には、かなりなんかトレンドによってるし、おしゃれ上級者のための読み物って感じはしますね。これを気軽に読んで、おしゃれになれるかっていうと、ちょっと理解するの難しいぐらいなんですが、センスを磨くっていう意味では、ウォモが一番僕は好きで、勉強させてもらってるっていうのがウォモですね。で、この動画を見てる方のにとっての一つ参考になるのは、僕はビギンだと思いますね。ビギンも大好きで必ず読みますけども、本当にね、こう、老舗のブランドとかを知るにはいいですし、コーディネート自体もなんか気軽に試しやすいものが多いので、なんか参考になるのはビギンだと思ってますね。まあ、いろんなものを見ますが、はい、ウォモとビギンは大好きな雑誌かなというふうに思っていますというとこですかね。はい。続いて9点目。おしゃれだと思う人はと、いや、これ難しいっすね。誰だろうな。そうだな、俳優さんだと僕は反町隆史さんが、結構おしゃれだなと思ってて、結構ファッション雑誌の表紙とかにもねなることも多かったり、以前はオーシャンズとかかな、なんか、表紙やってたと思うんですけども、反町さんのスタイルってなんかあんまりこうモード感強かったりだとかトレンド感強いっていうよりは、割とこうなんだろう、ベーシックを軸足としながらの好感度の高いなんか大人のスタイルとしてはすごく参考になるなと思っていて、よく雑誌の中でも反町さんが出ていて、私服の姿とか載ってることもあるんですが、なんかその感じが嫌味がなくて、なんか大人の男性が目指すんであれば、こういったスタイル好きだなっていうふうに思いますね。なんか嫌味のない清潔感があって上品なスタイルってとこでは、反町隆史さんのスタイルがすごく好きでおしゃれだなと思いますね。なんかおしゃれっていうのもほんといろいろあって、もうぶっ飛んだ滝藤健一さんみたいなスタイルもあるじゃないですか。あれ我々でなんかもう精一杯もうファッション楽しみ尽くしてるなっていうところで、ぶっ飛んだスタイルなんですよね。なので、あの方にはめちゃくちゃ似合ってるけども、そこはやっぱ好みが分かれるかなと思っていて、僕はもう滝藤さん大好きなんですけども、なんか自分が素敵だなって思うところで言うと、もうちょっとこう、ベーシックなところ、オーソドックスな定番的なところを軸足のしてる、反町さんが素敵だなっていうふうに思ってますね。はい。
続いて今まで買って印象的な服は、まあこれはいっぱいありますね。はい、僕の中ではこれよく出てくるんですが、レザージャケット、これ持ってくればよかったな、これ持ってきますね。すいません。な、取りながらね、もう準備してなかったので準備不足感はありますが、このですね、ノンネイティブの、レザージャケットですね。これがやっぱり印象的ですね。僕が今持ってる中では一番長く古くあるもんかな。もうね、これだけは捨てられないですよ。着てないですよ。全然着てないんだけども捨てられない服ということで、まあね、奮発して買いました。15万円ぐらいしましたかね。それぐらいしましたが、まあ、レザージャケットって男にとってはなんか憧れがあって、バイクだとか、ね、あとはバンドやってる人間のイメージがありますけども、僕は両方ともやってましたが、なんかレザージャケットって憧れるんですよね。その中で、先ほどもお伝えしましたが、ノンネイティブ、中目黒にお店が、ベンダーってお店があって、そこでたまたま見つけたのがこのレザージャケットで、もう試着した瞬間ね、シングとダブルの中間ぐらいのデザインで、まあこれはね、なんかいかつすぎないし、シングのライダースに比べると、やっぱりなんかちょっと変化があるので、まあすっごいかっこいいなと思って衝動買いしましたね。もう全然当時お金なかったんですけど、ほんと何分割したのかって思うぐらいですね、分割して買いましたが、これが個人的にはね、すごく印象的でしたね。はい。続いてその流れでなんか一番高かった服は何ですかというところで、このノンネイティブのレザージャケットは15万円ぐらいで、なんか多分高いものっていうと、なんだかんだで10万円台っていうのが、まあ一つのなんだろう、大台で、それ以上のものってあんまりないですよね。20万オーバーのものってほんとなかったと思うんですよね。このレザージャケットだとか、ジャケットセットアップで15万とか、それぐらいが一つの、ね、なんか、まあ山というかね、上限なんですけども、そこで、そこぶち、破ったのが、まあ、時計ですね。これ。まあ、よく出てきますが、僕はこの時計、ちゃんとした時計はこれしか持ってないです。ジャガールクルトというブランドの時計ですね。一番最初に本を書いたタイミングの、印税っていうものをもらえるんですよ。ね、なんか夢の印税ってなんかすごいもらえるかなと思ったら、まあ、実はそんなになんかぶっ飛んだものではなくて、本書くのってすっごい大変なんですよ。僕はなんかあんまりこう、なんだろうな、文章を書くのが早い方じゃないので、すごい時間かかって書いて、その労力と比べると、本の印税っていうのは決してこう、なんだろう、すごいもらってるって感じは全くしないんですが、まあ、なんか普段の仕事とは別に印税っていうものをいただいたので、その記念でこれを買いましたが、これは、いわゆるこう、なんだろう、大台ですね。桁が一つ変わる価格になりましたね。はい。まあ大体、1、0、0万円ぐらいの感じで、これだけはちょっとぶっ飛んだ買い物を人生で1回ぐらいはしたいなっていうことで買いましたっていうところですかね。うん。なんか、機械式時計とか全然憧れがなかったです、正直。全然ないんですが、まあ、ちゃんとした時計を持ってみるというか体験したいっていうことにお金を払ったってことで、これを買いましたが、これが今までで一番高かった買い物ですかね。はい。で、続いて、おしゃれ上級者ってどんな人ですかという、なんかちょっとね、難しい質問ですが、なんか僕の中では、おしゃれな人って、おしゃれ上級者がいて、中級者がいて、おしゃれ初級者がいて、もう全く、無頓着な人っていうのもいると思っていて、まあ大体これぐらいの層に分かれるかなと思ってるんですが、おしゃれ上級者っていうのは、まあ、いわゆる、このウォモとかに出てくるタイプの人ですね。ここら辺の、あの、スナップとかで出てくるような人とか、業界人とかは、めちゃくちゃおしゃれだと思いますね。ちょうど今、あの、開いたところにリッキーさん乗ってきましたね。YouTube の、YouTuber のリッキーさん。まあ、この方とかまさに、おしゃれ上級者だと思いますね。なんか自分のスタイルっていうのが明確で、その人のスタイルを理論とか、そういったもので語れないっていうところ。ここがね、やっぱりおしゃれ上級者の、なんか、僕の条件だと思ってますね。なんか僕はなんか、こういうベーシックな着こなしとかは、こういう色合わせでやった方がいいですよとか、これは定番的で間違いないですよ、みたいなことをお伝えしますが、そういったものの蓄積で表現できるところって、あくまでおしゃれ中級者までだと思ってですね。上級者になってくると、そういう理論とかセオリーとか全部ぶっ壊して、自分なりのこう世界観だとか、こだわりで、スタイルを構成するっていうところ、ここができるようになると、おしゃれ上級者なんだろうなと思っていて、それは第三者から見たときにぶっ飛んでいて、理解ができないこともあったりすると思うんですね。でも、それがなんか、
よくわかんないけども雰囲気いいよねとか、なんかセンス良さそうだよねってところまでになったら、僕はやっぱおしゃれ上級者だなと思っていまして、じゃあ自分自身が僕はおしゃれ上級者かっていうと、そういう認識はないですね。僕はおしゃれ上級者じゃないです。理論だとか、着こなしの法則とかをいろいろと考えながら、こねくり回しながら、皆さんに分かりやすくファッションをお伝えするっていう、あくまで永遠のおしゃれ中級者って感じのイメージです。僕の中では。なんかね、おしゃれ中級者の中でも上の方にいられたらいいなと思っていて、まあおしゃれ上級者までになってしまうと、正直もうアートの世界に近いので、なかなかですね、おしゃれ中級者、それから初級者の気持ちっていうところが、なかなかね、離れすぎちゃって分かりづらいっていうところもあると思うんですね。僕はおしゃれの基本をなるべく分かりやすくお伝えしたいので、まあおしゃれ中級者であるというところをですね、まあ一つのね、まあ、コンプレックスでもあるんですよ。もっとおしゃれになりたい、センス良くなりたいって思ってんだけども、まあ中級者の中で頑張って皆さんになるべく分かりやすくお伝えしたいなっていうようなイメージでやってますね。はい。ということで12個お答えしました。で、ここからはですね、ちょっとファッション離れて、ちょっとなんかな、僕のパーソナリティというところにも含めて、質問を並べているんですが、続いて、ファッションの専門学校は出てますかという質問なんですけど、出ていません。普通の大学を出ています。文系ですね。別に頭良くもないし、悪すぎるわけでもない、普通の中級のですね、都内の大学の社会学部、社会学科を卒業しています。なので、大学の卒論とかでは僕はファッションについて書いたのを覚えていますが、まあ、ファッションはその頃から大好きで、まあ、そういったなんか社会学を勉強してたなっていうのはあります。あとは、教職課程みたいなのを取っていまして、一応教員免許、中高の社会科の教職免許、教職の資格は持ってるという感じで、もう多分教えられないですね。社会科のこと全然もうわかんないですが、まあ教育実習とかも行って楽しかったなっていう記憶があります。ファッション系の勉強は全くしていません。専門的な知識はないので、そこら辺はなんかコンプレックスではないですけどね、もうちょっとちゃんと勉強しときゃよかったなっていうのはありますが、専門学校は出ていませんというところですかね。はい。続いて、なぜスタイリストになったんですかというところで、ファッション大好きだったんですよ。大学入った時から、めちゃくちゃ大好きで、大学2年生ぐらいに、もうね、大学辞めようと思ったんですね。大学辞めて、もうスタイリスト、まあ、いわゆる雑誌とかで、活躍している、スタイリストさんに憧れがあったので、当時はメンズノンノが大好きで、本当に、つけざねさんとか、野口さんだとか、本当にね、いろんな橋本篤さんだとか、大好きなスタイリストさんがいて、そういった方の下でアシスタントやってとかっていう夢がありましたけど、まあね、なんか大学せっかく入ったからには、まあ卒業しようかなっていうのもあったし、まあ本当にね、本業のスタイリストさんのセンスって半端じゃねえなっていうのをね、まざまざと感じた瞬間もあったので、まあ本当のそのスタイリストっていうところでは、僕はちょっと一旦諦めたってところがあって、ただ大学4年生くらいの時かな、僕のいとこが4個ぐらい下なのかな、年齢離れてるんですが、おしゃれが苦手で、なんか一緒に買い物行ってもらいたいっていうところで、話をしてもらって、なんか、そのいとこのお母さん、僕から見ておばあさんが、予算10万円をくれて、好きに買っていいよと、いろいろコーディネートしてあげてって言われて、その予算で彼を、劇的に変えたっていう体験があって、それが僕の中ではめちゃくちゃ楽しくて、これだなと思ったんですね。なんか雑誌の世界とかタレントさんのなんかスタイリングをするってほどのセンスは僕にはないなっていう実感はあったんですが、おしゃれが苦手な人を引き上げるとか分かりやすく解説するってことは、これめちゃくちゃ楽しいし、これは僕に向いてるなと思って、その体験を経て僕はなんかいつか個人向けのスタイリストやりたいなっていうイメージは大学卒業ぐらいの時には持ってたんですね。なので、教員になろうかなっていうイメージもあったんだけど、アパレルの世界に進んだっていうところが、僕の中にはあって、で、アパレル経験した後に、このスタイリストとしての、個人向けのスタイリストとして独立をしたっていう感じですかね。はい。で、普段どんな仕事をしてるんですかということで、動画を撮ってることが多いですね。最近は僕は何の仕事多いかなっていうと、一週間っていうスパンで言うと、やっぱり YouTube、動画を撮ってることが圧倒的に多くて、今はですね、午前9時10分なんですね。朝、もう一番に、事務所に、自宅から事務所に来たら、もうライティングとかね、あとはカメラのセッティングして、動画を一発目で
撮り始めて、それで、まあ普段の YouTube 撮って、その後にメンバーシップっていう有料の、動画のね、コンテンツがあるんで、そっちも撮って、この二つで結構僕の体力をね、使い果たすということが、まあね、僕の中での日常ですかね。まあそれ以外にも自分の服のブランドもやってたりするんですね。メンバーシップ中心で売ってたりだとか、あとは T シャツとかはね、時々僕の動画の中でもご紹介してますが、まあオリジナルの服を作ったりもしてますし、最近ではオンラインサロンを始めたりして、ファッションの情報ですね。なんか先ほどもお伝えしましたが、僕は毎日いろんなオンラインサイトをチェックしているので、その中で気になったものをリアルタイムでどんどん上げていったりだとか、まあそういった仕事をしてたりだとかっていうことが多いですかね。なので、まあインターネットを通じてファッション、おしゃれの基本をどんどん出していくっていうのが、まあやっぱりメインになっていて、それとは別にあるのが個人向けのスタイリングということで、これはですね、もう13年ぐらいやってるんですね。まあ主にですね、マンツーマンで深くその方のファッションを変えていくっていうことは、今でもやっていて、でも多くないっす。今は週に2本ぐらいじゃないですかね。それぐらいのペースでやってますね。いろんなお店をお客さんと回りながらコーディネートしていくっていうところで、まあ本当にね、お時間が限られているような経営者の方とか、あとは弁護士さんとかお医者さんとかそういった方が多いんですけども、本当2、3時間でものすごい量の服を買っていくっていうところの、なんだろうな、サポートするっていうような仕事もしてるかなっていう感じですかね。うん。まあ割と今事務所でやることが多いですね。はい。続いて、YouTube に台本とかあるんですかという質問なんですけど、これよく聞かれるんですが、台本ないっすね。はい。テーマだけ決めてます。例えば今日は、皆さんに16万人の、登録者のなんか、お礼を言いたいっていうのと、あとは質問をですね、皆さんにどんどんお答えをしていくっていうのをやろうというところで、このPC 今あるんですけども、ここにはね、質問だけグワッと書いてあるんですね。これに対して何を喋るかはもう何にも考えてないです。この場でやってます。だから突然さっきのように、クローゼットに走って、このね、レザージャケット持ってきたりだとか、そんなまあ行き当たりばったりでやってるので、台本はないですね。なんで始まるまでどういう着地になるのかわからないでやってるんですが、まあなんかこういったこと3年やってるとだいぶ慣れてきて、まあそれなりに対応できるようになってきたかなというふうに思ってますね。はい。続いて、年を重ねて服との向き合い方はどうなりましたかっていうところですね。これ面白いですよね。うん。まあファッションっていうのもやっぱり年齢ごとにどれぐらいこう、なんだろうな、集中するとか、どれぐらい入れ込むのかって変わってくるかなと思うんですね。まあ最初のなんかファッション大好きになった時っていうのはもう、一心不乱にひたすらおしゃれを極めたいと思ってやってましたが、だから着心地の良さとか肌触りだとか、暑い寒いとかっていうのはもう関係ない。もうかっこよけりゃ正解みたいなことがね、やっぱり10代、20代の前半ぐらいまでは多かったんですね。で、自分の生活とかを犠牲にしてでも、全部カップラーメンしか食わなくても服を買いたいみたいな時期もありましたけども、今はやっぱりそういう感じではなくなりましたね。着心地の良さだとか、快適さだとか、着ていて気分が上がるかどうかだとか、時短になるかどうかとか、そういったなんか割と一般的な感覚に近づいてきたような気はしてますね。なんか、おしゃれで個性を出してやろうとか、ファッションニスタになりたいだとか、この世で一番おしゃれになってやりたいみたいな気持ちって10代、20代前半はめちゃくちゃありましたが、そういったものはね、だんだん薄れてきて、周囲の調和とかそういったものも意識しながら、なんか地味な中でこだわりたいとかね、そういった感じが最近は多くなってきたかなと思いますね。それは家族がいるっていうところもありますし、なんかまあ一個人としてのファッションを極めるというところよりは、なんか地味なこだわりを積み重ねたいっていうようなところにシフトしたかなとは思ってますね。はい。はい、続いて全然違うところ行きますね。旅で訪れて思い出深い場所はというところで、全然ね、なんか今までとね、違った質問になりますが、結構旅は好きでいろんなところを行ってたんですね。特に、会社員を辞めて、僕はここ行ってなかったですが、新卒でアパレルの会社に入って、そこで1年半ぐらい、仕事させてもらったんですが、本当に根性ないし、仕事ができなくて、もうアパレルはね、全然長く続かなくて、1年半ぐらいで
ギブアップ、ドロップアウトして転職をしまして、そこからですね、なんだろうな、まあ営業とか PR とか、そういった仕事、広報的な仕事を違った会社でやらせてもらって、それも3年半くらいやりましたかね。うん。まあその仕事も楽しかったんですが、なんかやっぱりちょっと自分の中ではしっくりきてないというか、会社員であることっていうことが、自分のなんかライフスタイルだとか、人柄というところにあまりマッチなくて、辞めてしまって、そこから独立をしたっていう感じなんですけども、会社員辞めてから、なんか独立するまでにちょっとこう時間を設けてまして、その間になんか旅をしたんですね。まあなんちゃってバックパッカーじゃないですけど、僕ら世代ってなんかもう中学生ぐらいかな、猿岩石、現有吉さんね、繋がっていく猿岩石だとか、ドロンズだとかね、そういうなんかこうヒッチハイクで旅するみたいな番組、電波少年大好きで、そこら辺見てたので、その憧れがあったっていうのもあって、バックパッカーみたいなことをちょっとやって、まあ独立してから、そうだな、独立する前に、まあアジアですね、東南アジアってところですかね、いわゆるもう王道のタイから入って、カンボジア行って、ベトナム行ってとか、あとラオス行ってみたいな旅をして、その次あたりに、もうそのあたりには独立してたと思うんですが、僕は印象深かったのが、インド、ネパールの旅ですね。これはすごい楽しかったですね。まあ、ものすごくインドって、怖かったですね。なんか夜に着いて、タクシーで、デリーの、首都デリーの方まで移動するっていうところでも、なんかね、ちょっと怪しげな二人組に捕まってしまって、なんか自分たちが紹介する宿に泊まれみたいな感じでですね。まあそこの宿と多分ね、契約してて、お客さん連れてきたらね、いくらかもらえるみたいな契約してたんだと思うんですよね。まあ宿行ったんですけど、ぼったくりみたいな宿で、すんごい高かったんで、まあここには泊まらないって言って、歩いて違う宿を探そうとしたら、ちょっと待ってよっていう形で追いかけてきて、まあそれを振り払って僕は逃げたんですけど、そのね、タクシードライバーが、まあ仲間を呼んで、十数人ぐらいのもう人数で、僕はなんか鬼ごっこじゃないですけど、バックパック背負いながら逃げたみたいな経験があって、その中の一人に捕まってもうマウントポジション取られて殴りかかられるという経験をしまして、それはインド怖かったっすね。それが初日だったんですが、なんとかそこを避け切って、僕は陸上部をね、陸上部だったので結構足の速さにも自信があるので逃げ切ったんですけど、インドは怖かったっすね。まあそこからインドちょっと怖いなと思ったのですぐにネパールに移って、ネパールはね、結構穏やかな国で大好きで、ただなんか一泊目、なんか宿泊まったところに荷物を置いたんですが、なんかね、ネパールもいっぱいこう宿がたくさん同じようなところがあって、次の日朝から、なんかね、バンジージャンプに出かけたんですね。ネパールでバンジージャンプをやりたいっていうのがあって、結構高さあるんですよね。結構150メーター級のバンジージャンプなんですけど、そのツアーに参加して戻ってきたら、自分が泊まってた宿がどこだかわかんなくなるっていうのがありまして、で、その日は結局探したんだけど、宿見つからずに、違う安宿にまた泊まって、もう本当にちっちゃな、ね、こうショルダーバッグだけで泊まって、まあ次の日探せばいいやって言って、探したんですけど、次の日もその次の日も宿がどこだか見つからなくて、現地で友達になったネパール人の人と一緒に探してもらったりして、いよいよなんか一週間ぐらい結局見つからなくて、そろそろ旅立たなくちゃいけないっていう日、もう本当にね、そのネパール人の友人がたくさんの友人を集めてみんなで探してくれて、でも見つからなくて、帰りのバスに乗ろうとした瞬間に、あったぞって言って、バッグを持ってきてくれたっていうね、そのね、思い出がすごく僕の中では、感慨深くて、ネパール人の友達、その彼とも、Facebook で結構やり取りしてて、最近は連絡取ってないですけど、仲良くさせてもらいましたね。で、ネパールはめっちゃいい国で、人がいいので、僕はまた行きたいなとは思ってますね。はい。長くなった。はい。続いて、座右の銘は何ですか？サクサクいきますね。座右の銘はありませんが、なんだろう。ある程度新しいものに対しての感度は高くありたいなというイメージがあって、まあ、ある種のこう、ミーハー感というか、流行ったりだとか話題になったものには、なんかこだわらずにこう、飛び込んでみるだとか、やってみるっていうのは、
まあ意識してるのと、やっぱり自分のこだわりみたいなものは、あんまりなんか、まあ持っていていいけども、それよりも時代に合わせて変化し続けるっていうこと。まあ新しいものをやったりとか、もうどんどん変わり続けるっていうことを僕の中では、大事にしてるところかなと思ってますね。はい、続いて、コラボしたいブランドありますかというところで、そうっすね。ブランドのコラボね。今、グリーンレベルさんとコラボレーションして、奥の方にありますけどね、いくつか商品を作ってるんですが、めっちゃ楽しかったっすね。自分のブランドもやってんだけど、コラボレーションっていうところで大手の会社さんとやることで、あ、こういった視点があるんだなとか、素材もこんなにたくさんのバリエーションがあるんだなとか、あとは色を染め上げるところからやるんだなっていうすごい気づきがあって、めちゃくちゃ楽しかったんですね。なので大手さんとのね、そういったコラボレーションもいいんだけど、いろんなとことコラボレーションするっていうのも、なんかなかなか違うかなと思っていて、なんか僕自身のこう、YouTube のコンセプト、なんかベーシックかつ嫌味のないファッションっていうところでは、グリーンレベルさんがすごい一番なんかガッチリと、なんか相性がいいなっていうのをコラボレーションする前からずっと思っていて、その時に、たまたまお声掛けいただいてこういった関係性になったので、まあ、グリーンレベルさんとのこういったことは、まあ時々やらせていただきたいなと思うんですが、なんかコラボするのであれば、そういったなんかセレクトショップさんっていうよりは、今後はなんだろう、何かの専業のブランドとか、今度ね、自分のブランドでバッグ専門のブランドと一緒にトートバッグを作ったものとかリリースするんですが、そういったなんか、これを強いバッグ専業、お財布専業とか、あとはなんだろうな、小物のなんかサングラス専門とか、そういったなんかちっちゃな無名のブランドなんだけど、このアイテムは強いですよというところと、なんか協業しながら自分なりのこだわりのアイテムを作れたらいいなっていうようなイメージは持ってますね。はい。っていう感じですかね。まあ、いっぱいありますね。はい、続いて。次に本を出すならどんなのがいいというところで、本もね、今まで、なんだ、一番最初のね、本でこれ買ったっていうのありましたけど、何冊書いたのかな ?7 冊ぐらい書きまして、本を出すのは夢だったんですよ。出したいっていう思いを、なんか独立してから1年目 ?2 年目ぐらいに、勝間和代さんっていう方の本、僕、勝間さん大好きで、勝間さんの本読んでて、誰でも本は書けるんだよって自分の専門分野を極めていって、それをなんかブログとかで発信し続けてたら、いずれは本書けるタイミングが来るよみたいなことを、なんかの本で読んで、よし、これは絶対本出そうっていうのを思ってて、それで僕は本を出すっていう目標を、ようやく独立して5年目ぐらいかな、で達成することができて、そこから7冊書いて、最後に書いたのはもう2年ぐらい前かな、服がめんどいっていうね、ダイヤモンド社さんってところから出させていただいた本があって、これがラスト、最後の出版だったんですが、そこからもうこの YouTube ですね、めちゃくちゃ頑張って、この動画を出してきたんですが、今出すとしたらどんな本がいいかっていうと、もうね、出し尽くした感はあります。もう本当にいろんな切り口で書いて、やっぱり伝えたいことっていうのは、特にベーシックなとこっていうのはもう出したかなと思うんですね。あとはどういう切り口にすれば多くの人に興味持ってくれる、もらえるかなってところで、服がめんどい、めんどくさいからどうするかっていうアプローチで書いたりだとか、まあいろいろやったので、まあ僕の中では書いたなっていう感じです。なので、本を書くというよりは、まあ YouTube っていうところで、まあ本当にリアルタイムでいろんな情報も出せますし、まあインターネットでこう多くの方に情報を出していくっていうことに力を注ぎたいなと思うので、本っていうモチベーションは完全に僕の中では一段落したなっていうところですかね。なので、また数年後に自分のなんかノウハウみたいなものがより昇華されたら、服がめんどいっていう本もあったし、最強の服選びっていう本がありまして、これが僕の中では一番なんか、ベーシックで、基本を全部詰め込んだなって本で、これが4万部以上売れてるんですよね。これが僕の中の代表作だと思ってるんですが、これを超えるようなマスターピースは、もう1冊、数年後。まあ、いつになるかわかんないんですが、この時よりも僕の経験値はめちゃくちゃ高まってるので、もっといいの書けると思ってるので、ぜひ、編集者の方、お声掛けいただければと思います。というか、まあなんか僕が、この本も一緒に作った編集者の方いて、この方と、服がめんどいっていう本を一緒に
ご一緒した方は同じ編集者の方なんですが、この方と一緒に本を書くのが僕大好きで、作戦会議しながら、メンズファッションのこういった本って売れないですよ。なかなか売れないんだけど、どう革命を起こすか、どういう本だったら興味を持ってもらえるのかっていうのを作戦会議しながら、このね、編集者の方とやるのが大好きなので、もし次本をやるとしたら、この方ともう一冊、超本気のやつを書きたい。以上ですかね。はい。っていう感じですかね。本を書くならそんな感じです。はい、続いて、会社の売り上げで YouTube の比率はどれぐらいですかというところで、なかなかこう、シンクった質問というか、どうなんだろうな。YouTube って、皆さんね、動画、見ていただくと、前に広告が流れたりだとかするじゃないですか、途中で。まあ、そういったものを皆さん見ていただいているおかげで、僕も、こういった YouTube の活動ができてるんですが、そういった YouTube の広告費みたいなものっていうのも、すごくね、ありがたいんですけど、会社の売り上げどれくらいなのかな？あんまりね、数字っていうところに僕、こだわりというか、細かくなんか分析するっていうことができないですよね。なんで、よくなんか YouTube やってますって言うと、月間どれくらい見られてるんですかとか、なんかいろいろ数字を聞かれるんですが、全く把握してないですよね。なので、お金のところも、なんか細かく何割かってのはわかんないんですが、この仕事、YouTube 始める前っていうのは全くこういった映像系の収入はなかったので、そこはね、特にこういったパンデミックが流行るようになったタイミング、から YouTube 頑張るようになって、すごくありがたいなと思ってますが、多分、ざっくりとしたとこで、20-30%ぐらいなんじゃないですかね。それぐらいだと思いますね。はい。うん。また今度、細かく調べてみます。はい。で、趣味は何ですかというとこですね。趣味ね、自分は無趣味だと思って、あんまり趣味ないなと思っているんだけど、いろいろ考えてみたら、実はいっぱいあって、まずは、スーパー銭湯に行くっていうのが大好きで、スーパー銭湯に行って、流行りのサウナですね。まあ、この辺もね、ミーハーなので一通りやってますが、今のこのブームになる前から結構大好きで、ほんと中学生ぐらいの頃から、スーパー銭湯いろんなとこ行ってきたんですが、まあ、その流れで大人になってから、スーパー銭湯大好きです。まあ、10日に1回ぐらいは行きたいなっていうところがあるのと、あと、インテリア。まあ、こういった空間作るのも大好きで、いろんなインテリアショップ回ってちょこちょこと買っていったりだとか、まあ、自宅も大好きで、インテリア大好きなんで、リノベーションしたりとかして、インテリアをいじくったりするのも好きだし、あと最近はキャンプですね。キャンプもミーハーなんで始めました。で、去年から始めて、キャンプも好きなんだけど、多分、キャンプの道具を揃えるのが大好きなんだなっていうのが最近わかりまして、キャンプも好きだし、あとは旅も好きだし、それから、まあ、ランニングですね。ランニングも大好きで、まあ、しばらくやってましたが、途中止まっちゃったんですよ。なんか、独立当時はめちゃくちゃ暇だったので、毎日10キロぐらい走ってたんですよ。で、ハーフマラソンから入って、フルマラソン入って、その次には、トレイルランって言って山を走るみたいなこともやったりして、かなりハマった時期があってから仕事軌道に乗ってめちゃ忙しくなって辞めちゃって、まあ最近また久しぶりに始めてまた定着してきたので、ランニングなんかも趣味ですね。はい、こんな感じが趣味ですね。はい、続いて好きな芸能人は誰ですかと、芸能人好きな人誰かなっていうと、まあやっぱりこれはもうなんか春季の頃に憧れた人っていう意味で、僕はもうファッション大好きで一番最初に見てたのはメンズノンノなんですね。で、メンズノンノが僕のファッションを全て作ってくれたっていうぐらい大好きな雑誌で、その中でファッションアイコンだったのは、やっぱり木村拓哉さんですね。キムタクです。もう木村拓哉さんのスタイルっていうのはもう僕ら世代はめちゃくちゃ憧れたと思うし、今でもかっこいいですよね。グラメゾンっていうドラマが流行れば、未だにキムタクヘアが流行ったりするぐらい、僕ら世代にとってはアイコンで、今でも好きですね。モモとかにもね、なんかね、連載というかね、コーナーがあったりして、木村拓哉さん出てきますが、やっぱり木村さん大好きですね。まあ、ストイックで、スタイリッシュで、なおかつ、二児の父っていうところも僕と共通していて、なんか、子育てもしながらもなんか、ああやって、まあお子さんで大きくなってるのに、今も第一線で仕事バリバリやってるし、未だにスタイリッシュでかっこいいってところも含めて、僕の中で木村拓哉さんは憧れであり、尊敬する大好きな芸能人の方ですね。はい。いやー、後半になってきましたよ。はい。続いてテレビは出ないんですかという質問で、結構ね、テレビって僕あんま出てるイメージないかなと思うんですが、
独立したばっかりの頃って意外とテレビは出てました。例えば、当時はもうね、まだ人気番組であった花丸マーケットってわかりますか？あれの亭主改造計画みたいなものに出たりだとか、NHK のおはよう日本に出たりだとか、生の番組もいろいろ出たし、結構なんだかんだで初期の独立してから1年目から5年ぐらいまでの、かえってこうお仕事が軌道に乗ってない時は割と出てたんですよ。出た方がなんか自分の仕事にプラスになるのかなとか、少しでもなんかお客さんにつながるのかなと思ってたんですけど、意外とそんなことはなくて、テレビの拘束時間って結構長いですね。丸一日捉えたりだとか、まあ時間的な制約が結構大変だったのと、あとスケジュールですね。割と3日後に出れませんかとか、生放送明日なんですけどみたいな話って結構あったりして、なかなかそこが組み立てづらいっていうのがあって、今でもオファーは来るんですが、まあ出ないですよね。お断りしてるんですね。なんかね、僕もミーハーなので芸能人の方に会いたいだとか、いろんな共演したいっていうのもなんか昔はあったんですけど、今はなんかその気持ちも一段落してしまって、ちょっと時間がなかなか合わないなってことで出ないんですよね。なんか機会があれば出てみたいなとも。あんま思わないかな。緊張もするし。なので YouTube で十分です。もう十分カメラの前ではしこたま話してるので、僕のなんか、こういった承認欲求みたいなものは僕あんま強くないし、まあいいかなと思ってますね。それとなんか自分が映ってるものを見返すとか僕大嫌いなんですよね。なんで自分の YouTube とか本当に見ないんですよ。なんか自分が話してる様子を見ると、本当気恥ずかしくなるし、ああすりゃよかったな、こうすりゃよかったな、ここがダメだったなっていうダメ出しが無数に思いつくので、だからテレビ出たものをなんか見返すとか、YouTube 見返すっていうのが苦手なので、だから出たくないっていうのもあるのかなっていうのはありますね。なんでテレビは多分あんま出ないと思いますね。はい。続いて体型維持のためにやってることはありますか？体型維持。僕の身長体重は中学校2年生からほぼ変わってません。164センチ、53キロ。いや、部活やってた。高校時代は陸上部やってたんですね。中学校で、バスケやって、足だけ速かったので、もうこれはバスケよりも陸上がいいなってことで、陸上部で100メートル、200メートル、400メートル ×4 のリレーとかね、このあたりはよく出ていて、結構そこそこ強豪校で、ガチでやってたんですね。ガチでやってたので、それなりになんか身長は変わらないけど、体重は58、9キロぐらいありましたね。まあ、体型は変わらないですけど、筋肉が結構あったので、それが落ちて今は53キロぐらいですね。なんで体型自体はあんまり変わってないんですが、筋肉量が減ったって感じですね。まあ、この体型維持のためにやってるってことは、あんまり、まあ結構意識はしてるんだと思うんですが、一番はウエストじゃないですか。ボトムスのウエストサイズを、ピタッとしたものしか履かないんですよ。ワイドフィットの、ボトムスは履くんですよ。もも周りだとか、ワイドなものを履きますが、ウエストだけはもう常にジャストにしてます。お直しをしたりして、太ったかどうかがわかるように、ウエストはもうベルトしなくても絶対に落ちないようなジャストサイズにして、自分の体型の変化っていうのには敏感になっているっていうところが大前提としてあって、まあ、食事量とかも含めてそんなに多くは取らないかな。朝ごはんもそんなに多くないし、お昼も決まったものしか食べないです。もう炭水化物はお昼は取らないで、もうコンビニのサラダチキンとか納豆とか豆腐、結構タンパク質系はいっぱい取ったりとか、あとは、味噌汁だとかね、まあそういったものを中心に取るようにして、まあ夜だけ結構自由に取ってますが、バイトなんか1日3食きっちりっていうよりは 2.2 食ぐらいの感じで量を意識しながらやってるぐらいですかね。あとは筋トレ、毎日休まないです。ほぼ365日休まないのと、あとはランニングってところで、体型維持をしてるってとこですかね。はい。続いて好きな食べ物は何ですか？ケーキが好きです。はい。まあケーキ大好きで、甘いものが大好きなんですよ。体型維持と全く逆のところなんですが、もうケーキが大好きで趣味はいろんなとこ食べ歩くんですが、最近食べた中では洋画のリョウラっていうところがめちゃくちゃうまかったですね。ここのケーキはうまかったな。ピスタチオ系のケーキが大好きなので、ここが大好きですね。はい。続いて
一番嬉しかったことは何ですかということで、まあ仕事で言うと、そうだな、なんかこの仕事を独立して、僕はなんか先ほどもお伝えしましたが、アパレルの時も1年半ありましたが、その後なんか PR とか営業とか広報みたいな仕事なので、なんか全然ファッション、まあ一応ファッションに関係ある会社だったんですけども、専門のファッションっていう感じではなかったので、そんなに知識とか経験が豊富だったわけじゃなくて、その次にいきなり独立してしまったので、なんかね、全然なんかスタイリストとしての経験がある中で始めたわけではないんですね。だから本当になんか独立してからお客さんが全然来なくて、本当ね、バックパッカーやって帰ってきてから独立して、しばらくお客さん来なかったです。4、5ヶ月ぐらい来なかったんですが、そこで初めて来たお客さんっていうのが僕にとっては一番嬉しかったかな。そのお客さんが決まった瞬間っていうのが一番この仕事やってて嬉しかったかなと思いますね。本当何者でもない自分がお客さんからお金をいただいてスタイリストになったっていうのは多分お客さんからご依頼いただいた瞬間なんだと思うんですよね。それより前っていうのはもう本当にフリーター、もうなんだろう、ニートに近いような感覚で仕事はもう爆裂にしてましたが、一日何時間やってたんだろう、寝る時間も惜しんでグワッてやってましたが、結局はなんかスタイリストとしての活動としてはお客さんにスタイリングしてなんぼだと思ってるので、そこに至るまではまあスタイリストじゃなかったと思うんですが、最初のお客さんが来てくれた瞬間はさすがに泣きましたね。あそこが一番嬉しかったかなっていうとこでしょうかね。あとはプライベートでは子供ができた瞬間とかはめちゃくちゃ嬉しかったですね。まあ泣きましたよね。まあそういったところが一番なんか嬉しかったことっていうところですかね。まあ日々嬉しいことはいっぱいあるので、それになんか順位をつけるのも野暮なんですが、なんかよく記憶に残るところで言うとそのあたりかなとは思いますね。はい。続いてラスト30個。まあ喋りましたね。僕何分喋ったんですか？ちょっとね、もう本当に一発撮りでやってるので、ちょっとね、もう本当に意識は朦朧としてますが、将来の夢は何ですかというところで、これはまあ仕事についてお伝えしますと、メンズファッションをなるべくわかりやすく伝えたいっていうことが、僕の根底にはあって、ここにゴールはないので、ずっとやり続けます。はい、これからもやり続けていって、一つのなんか夢としては、コミュニティを作りたいと思ってるんですね。大人のファッションが好きな人たちが集まって、ファッションのことを語り合えて、情報共有できたり、なんかこんなもん買ったよ、こんなコーディネートどうみたいなのを語れる場所を作りたいなっていうのを思っていて、そこでなんか僕が最近始めたのが、オンラインサロンなんですよね。そこのオンラインサロンで、皆さんが、入ってる皆さんが交流できるような場所を作ってるんですけども、まあ、このサロンが、一個人のメディアとして、ちっちゃくこじんまりやっていくのか、これはこれで僕大好きなのでいいと思うんですが、それを超えて、なんかいろんなファッション好きの大人男性が、語り合えるような場所になっていくのかっていうところ、ここがね、境目があると思うんですが、なんかそこまで育てられたら面白いなと思いますね。大山旬のサロンっていうよりは、メンズファッション研究所っていう名前なんですけど、この研究所として、いろんな大人の人たちが楽しめる場所として、最大の場になったら、日本最大の場所になったらなんか面白いなっていう夢はありますね。はい。なので、これからも僕はファッションについて、なるべくわかりやすく皆さんに解説をしていきますし、とことんおしゃれ中級者の中の代表として、メンズファッション研究していきたいですよ。そして、少しでもおしゃれに悩む人を減らしたいだとか、ファッション楽しむ人を増やしていきたい。そういった活動の中でメンズファッションを活性化できたらなと思ってるので、ぜひこれからも皆さん僕のチャンネル応援していただきたいなと思っていますし、ご質問があったらたまにはこういった企画やりたいと思うので、どしどしコメント欄も書き込んでいただければなと思ってます。はい、ここまでで何分になったんでしょうか？怖くて見るのも怖いですが、皆さん、最後までお付き合いいただいた方もいらっしゃるかなと思うので、本当にありがとうございました。そしてこれからもこの、僕のチャンネルよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山旬でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山旬のメンバーシップチャンネル。